これまでのお話。というわけで、今は私の個人事務所だから、二人は葉山芸能事務所に所属のアーティストってことになるの。もちろん事務所の登記とか法人関係のあれこれは私の方で責任を持ってやるんだけど。うん、はい。そのお給料については、今のところ芸能収入が何もないから。ああ、なるほど。そんなのは全然。ううん、そういうのはちゃんとしないと。所属アーティストとしての契約書とか、ライズとしての収入があった時のこととかについて私も勉強しつつ、詳しい人にも確認を頼んでるから。詳しい人？私の実家、親戚に私の育ての親みたいな感じの人がいてね、その人にお願いしてるの。そうなんですね。本当は二人にも紹介したいんだけど、しのちゃん北海道だし忙しい人だから、タイミングがいいところでビデオ通話とかで。はい、オッケー。あとは二人の親御さんにもご挨拶をって思ってるんだけど。芸能事務所の所長として大切なお子さんをお預かりするわけだから、ご両親にお時間いただくのって大丈夫かな。ああ、うちは割といつでも大丈夫。私も聞いてみます。どっちかのうちで一緒にやっちゃう方がいいかな。その方が説明しやすそう。日和先輩、いいですか？うん、お願いします。じゃあ今電話して聞いちゃうね。ちょっと待ってて。はい。でも日和先輩、所長業もやるとなると大変ですね。私たちに業務の補佐をできる機能があれば良いのですが、機能不足で申し訳ないです。ああ、全然全然。いっちゃんたちには試合や練習で助けてもらってるもの。プレイヤーロボだもんね。予選大会を勝ち抜けば最新の事務用ロボの無償レンタルがあるそうです。それを借りられれば日和さんの負担も減るかもしれませんね。そうなんだ、それもいいね。最先端ロボットはすごいですもんね。お待たせ、いくつか候補日もらったよ。ありがとう、すみちゃん。最速だと今夜。こういうのは早い方がいいから、お邪魔じゃなければぜひ。了解。で、その日もしっかりスポーツ&芸能の練習をこなして、日和先輩、ああ、今回については葉山所長による小高家前原家一同との面談が行われました。日和先輩の生い立ちや芸能歴、歌への思い、私たちとの出会いやこれまでにあったこと、これからのこと、それを日和先輩から聞けたのがすごく嬉しくて、改めて感動したりして。私たちの家族も日和先輩のことをしっかりした子だって思ってくれたみたいで、それも嬉しくて。で、こちらはその翌日、盛り上がった両家の母親が開催したカラオケ懇親会。一応芸能活動の練習を見てもらうとか、日和先輩の歌を聴いてみたいとか、そういう名目はあったけど、まあ娘たちの新しいお友達と仲良くしよう的な感じ。うちのお母さんたち、そういうとこある。いいですね、もっと歌っちゃいましょう。でも日和先輩の歌もたくさん聴けたし、日和先輩が楽しそうだったので私はそれでオッケーです。母さんたち若干はしゃぎすぎ感あるけど。それね。ともあれ、こんなイベントを経て私たちは正式に葉山芸能の所属になりました。改めてエクストリームハーツ予選の勝ち抜き、3人で気合い入れていかないと。頑張っていこう。メイビーのエクストリーム豆知識。はーい、今週も来ました、神奈川トップスターメイビーの桜井葉月です。宮代智です。このコーナーではハイパースポーツやエクストリームハーツっていう大会についてちょっとした知識をお伝えしちゃいます。
前回はハイパースポーツがこういうエクストリームギアを使って身体能力をサポートして遊ぶホビースポーツだってことを伝えたよね。うん、今回はハイパースポーツならではの楽しみ方とかリアルスポーツとの違いについて行ってみよう。ハイパースポーツではサッカーのシュートで相手を吹っ飛ばすブローアウトとか、ラケットスポーツだと相手の体にボールを当てても得点になるノックアウトポイントみたいなちょっと派手めな要素があったりするんだけど、そういうのを楽しむ大会もあるけど、ハイパースポーツの本質はゲーム感覚でいつでもスポーツの楽しさを味わえること。それね、リアルスポーツのストイックな楽しさとはまた別の面白さや楽しみ方があるんだよね。だからメーカースポンサーの大会は複合競技型って言って、一つのチームがいろんなスポーツをやることが多いの。普通の学生とか芸能人でもいろんなスポーツで熱い試合をできるっていうのを伝えられるからね。ちなみにエクストリームハーツはその中でも割とガチめの大会。ギアの宣伝もあるけど、ハイパースポーツの楽しさを伝えて業界をもっと盛り上げるために、そして自分たちのチームの目標を叶えるために、みんな全力で試合の競技に取り組んでます。その通り。さて、来週はライスの試合だね。競技はバスケ。対戦相手は私たちとも交流のあるチーム、スマイルパワー。私たちもいよいよ本編で顔見せできるかな。できるかしらね。そしてライズはスマイルに勝ってファーストライブをできるのか、いろいろお楽しみに。ではまた来週。またねー。